11日放送のスマップスマップフィーリングデート SP フジテレビ系で、ビーズの稲葉浩志が教師の道に進むのを止めた理由を告白した。この日の番組には稲葉が初登場し、スマップのメンバーとトークを繰り広げた。その中で稲葉がかつて教師を志し、教員免許を取得していることに話題が移った。稲葉によると、1ヶ月にわたる小学校の教育実習を終え、次に中学校の教育実習に行ったという。ところが、その初日、校長先生に呼び出されたらしい。稲葉は当時長髪だったそうで、校長はそのことを問題視したようだ。稲葉さん、その、ちょっと。と指で作ったハサミで髪を切る仕草をしながら、なんとかなりませんか、と言ってきたのだそうだ。稲葉本人は髪を切ること自体には問題はなかったというが、ただその言われ方がちょっとなんかと言い、校長のジェスチャーが気に食わなかったようだ。稲葉は校長のなんとかなりませんかとの問いかけになりませんと答えてしまったという。そして月曜日からもうお暇をいただいてと言い、この出来事によって即座に教師になることを断念したと明かした。中井が改めて学校の先生になろうとしてたんですねと聞くと、稲葉はしてました、思い切りと本気で教員の道を志していたことを認めた。ビーズの大ファンだという草薙剛はこのエピソードに、その校長が言ってくれてよかったですねと今のビーズがあることに安堵のコメントをし、香取慎吾もその人のおかげ、これと校長のジェスチャーを交えて語っていた。